ザ・ストレジャー100人マリオチャレンジにもう一回挑戦していきましょう。さて最近全然クリアできてないので、ここは一つあえて逆によくパスを使うっていうプレイスタイルで行ってみたらどうだろうと思ったんだけど、まあ今までは難しいコースをパスするって感じだったんだけど、今回はだいたい5回ぐらいかな、5回ぐらい同じコースをプレイしてクリアできなかったら強制的にパスっていう感じでやっていきましょう。そうしたらどれぐらいクリアできるのかちょっと見てみたい。じゃあやっていきます。さてよくわからないお試しが始まりますが、ゴースト&キャスト。まずはおっとカメックさんがそこで、そのコインをなんとかするわけではないのか、違うのか。お、これはコインが変えられない。早めに行っちゃった方がいいか。ほい、あ、逃げられた。そっちか。結構嫌な感じ。お、いいぞ。で、やっつけて、あーっと上のやつが気になって怒ってしまった。早速2回目。おーっと、あー、これはコインが変えられない。これはちょっと厄介な感じだな。あーっと、危ねえ。やっぱ飛ぶしかないのか。お、さあ出てきたのはヨッシー。くれ。そしてポイ。あれ、やった。ここはまあ頑張って抜けていくしかないね。おーっと、その前に、あ、な、何もない。お、これいいな、これナイス飛び道具。あら、あ、なんだこれ普通に。おお、あいつ飲み込んでこんなことで、でって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 、あぶねえ。上の方はどうなってる、届かないか。うん、何か踏めるものがないといけなかったっぽいな。一応マリオが強制的にいけるけど。おっとっと、でもここマリオ、おお、何か出るっぽい。なんだこいつ気持ち悪い。あー、こっちの方ヨッシーは連れてこれないって感じなんだ。あー、嫌な感じ。でっけえ。おーっと、これ罠。ちょっとなんか随分いっぱいいます。ちょっと、この辺に隠しブロックがないとちょっと辛くない？どういうことだろう？おー、あったあったあった。なんかちょっと嫌なさ、ファイヤーバーが見えてるか。おっと、びっくりした。危うく、ノコギリの餌食になるところだったが、もうないよ。もうない。お、あ、ちょっと待ってくださいよ。危ないな、もう。どういう仕掛け？素早く渡っていくしかないってこと？お、おー、ギリギリじゃん。かなり危ないな、このコース。しかし、なんとか2回目のトライでクリア。次は、ダンジョーズ&ドラゴン。さて、おっとっと、これは、結構やばい予感。お、これは乗っちゃおう。これ踏んで、急いで行かなきゃいけない。おっと、やばいやばいやばい。ここなるべく早く行かなダメか。だってミディアムレベルって書いてあるけど、ミディアムっていうほど簡単ではない気がするな。これに乗ったら素早く行かなきゃいけないけど、おーっとっと、怖い。
これは、ほい。お、ファイアボー。これってさ、乗り込むタイミング結構重要じゃない？あー、わかんないな。まず、ノコギリが、どういう働きをするか。下の方に落ちたらやばいっていうことか。このタイミングか。なんか思ったよりもちょっと遅い、これ。あ、普通に食らうんだ。なあ。ダメだ、ダメだ、いけない、いけない、いけない。かといって、えい。あ、食らっちゃったよ。うわあ。ほい。あれー。やり直しですか？これもうダメじゃない？あそこ行かなきゃいけないの？あの上のちくわ。あらら、あららら。ていや。ダメだ、これ。だ、これが3回目。どうやらあの、白骨の方に乗っていかないといけないんだね。なかなか厄介なコースだ。ここは、10人、20人使わないといけないような気がするけど。今回5回やられたら、おしまい。この甲羅は捨てていって直接左の方に行っちゃうのがベターかな。余計なダメージを受ける前に行った方が効率的か。このタイミング、あら、ちょっと遅かったかな。さあ、ここで飛び降りる。とう、あ、そういうこと？そういうことですか。こっちはどう？あ、またピースイッチ。優しいんじゃね？あら、なんか、イメージが違うけど。あれ？お。ここでもう一回押せばいけるってことか。あぶねえ。さて、おっと、物理的にはあと1個持ってこれるはずだけど、どうなるこれ。おお、からのこれなんでしょう。あ、はい。怪しい感じ。これはなんかタイミングがなかなか難しいんじゃね。あ、危ない。地道に登っていくしかない。さあ、ここはスピンジャンプ。これはやっつけたい。どうなる？あ、やばいことだったな。ワンワンが向こう側に行った時に、ここはじっと待つしかない。あれ、タイミング悪っ。これ持っていけないんだよ。あ、残念。だってこれ以上コインもらっても困る。あー、取りたくないって言った。ゼロとか。だってここからどうなる。お、羽マントマリオになって、ここは戻ってこれるから壊してみようかな。上の方は？あれ、上の方行けないんだ。これ、こうやって行けってこと？ほんとかね、これ。あれ？スピンジャンプでここ壊せない。そもそも上に乗れないんだ。面白い。これはマリオメーカーならではって感じかな。
これ何か良くないものが出てくる予感がするんですけど。あ、そんなことなかった。あ、戻ってくるだけか。じゃあこっちか。不安だ。あ、なんだ、結局上から行かないといけない。地味に頑張るしかない。わあ。これはタイミングがやばいか。あれ？あ、そういうこと？そういうこと？ひっ！ちゃんと避けるようになってる。ああいうの嬉しいよね。おっと？なんか上の方に行けって感じなの？届かない。あ、やばい。やはり向こう側に行かなきゃダメか。届くかな？届いた。罠っぽい？あー、ごめんなさい。と、あれ？と、飛べないだと？ちい。ゆー。あ、もういい、もういい、もういい。なんとか、スリーアップを取って、クリア。いや、時間かかったな、ここ。3番目のコースは、ジャンプアラウンド。おっと、びっくり。何か出てくる？出てくる？来ない。アテナブロックを開ける前に様子を見て。あー、嫌な感じ。あ、これはそういうパターン。あれ、1匹だけだったらまだなんとかできるけど、これ2匹3匹になっちゃったらもう何もできないよ。ダメっぽい。これはやるしかねえ。わあ、ひどい。てい。おー、あー、タイミング悪い。こうなると向こう側をやってみたくなる。てい。特に何もない。全部開ける。ふう、やばいことになった。てい。復活してからのもう一回ジャンプ。おっおっおっ、やっつけてくれるのかい。おっと、びっくりしたい。あいた。これでやっつけろってこと。俺が昔作ったトゲだらけのコースにちょっとだけコンセプトが似てる。びっくりした。ちょっとでも触ったら叩き落とされるってこと。あのクソ10ゲームが。あいつかよ、放り出しきてんの。さあ、ここは安定のファイアフラワーゲットからの戻れなくなる。いやー、そして登っていくしかねえ。ちょっとなんか嫌な感じ。新しいの。うっそ、これが当たんないとか。弾幕が薄い。ちょっとなんかひどい目に遭う予感。いやー、ちょっと見えなくなっちゃったけど、どうなるの。なんとかギリギリ生き残ると。ひどい目だったな。さあ、というわけで、ここはまあ、だいぶ気持ちがいい系のクソゲーだったかな。クリアできるようにキノコもくれたし、まあ、いいでしょう。
アスレチック。お、アスレチックっていうよりはちょっと危険な場所すぎない？届かないだと？さあ、2回目の挑戦。踏切をちゃんと見て、とん、あら、これはひどいな。さあ、この手のシンプルなテクニックを使うところが一番難しい。ここは、飛んで、飛んで、左側。足を踏み外したら一巻のおしまい。向こうに飛べって書いてあるのか、あれは。ほんとか？あの手のものって結構嘘くさいところあるかな。おーっと、そう。こういうのもうちょっと足場をさ、広げてくれよ。これが4回目ってことかな。ああいうのってなんかこう、プレイヤーってか作った人は俺はここから飛ぶっていう踏切があるんだろうけど、人によっては行き過ぎることもあるからね。あの調子だと加速つけずにここからギリギリ踏み出す感じか。あ、やっぱりそうだ。そして、おわざわざこんなとこにブロックなんかつけやがって。ちょっと先が見えない。お、ちょっとこれ罠臭くない？大丈夫？本当に？あ、届かないだと？一番上から行けばよかった。まあクリアできただけよしとしますか。うー、危ない危ない。次はダーウェグなんとかジェル。さて、おっと、あー、てめえ、どうせだったらワンナップたくさん取って、黒字じゃなくて黒字にできるようにしてる。からの、うっ、さあ、まんまとしてやられたところで、ここ早めに行こう。ここ、もうこれで行かなきゃやばいってか。おーっとっとっと、これは登っていくべきか、右か左か、どっちだ、どっちだ。あれはなんかちょっとクソゲーが始まったんだけど。で、やった、復活と、大丈夫なのこれ。取って、あー、さっと避けてからの逃げますよ。ちょっとどれだけ高すぎるだ、バラブルが。乗り換え、逃げろ。俺の目の前にジュゲームを出したことを後悔するがよいわ。どうよ、常にもうジュゲームの雲使いな。なんか BGM がちょっと不穏なんだよね、あれ。クリアした時の音なんだけどさ。さあ、ジュゲームをうまく利用できて、クソゲーかどうかもよくわかんないで終わっちゃった。次は、アップ&ダウン。アップ、ライト、レフト、ダウンからの、ここは、飛んでいけってこと？オッケー。さあ、ワンナップをいただいてから、死んじゃう。2回目。あれ、そうじゃない。今いいか。うん。さて、あ、ボーラを使って下の方に何か出すはずだったんだ。うわー、やっちゃった。やっちゃったー。一番高いところのやつが生き返るはずだから、ちょっと戻ろう。怖え。あ、これは生き返らないフラグ。ですよねー。
これってヒップドロップで上から踏んでなんとかなるの？試すチャンス。あ、よかった、一安心だ。アップしてからのダウン、これを転がしていくべきなのかな。おっと、軌道見合った。とう、危な、向こう側に何か、なんか出てきたんだけど、何これ、気持ち悪い。お、ラッキーからの、これはこれに乗ってピンちゃん、スピンちゃん、え、どうすんのこれ、どうするの。向こう側に乗る、乗って総裁。わあ、まず右でしょ。おーっと、これはジャンプしなくちゃいけない。しゃがむ、これは踏んで持って、ここに使う。お、倒っちゃった、まあ、いっか。アップダウン、アップダウンからの死ね。オッケー、これは何かアイテムが出てくるかも。おお、もらっとこう。ここはあれだな、触ったらおしまいってところ。上の方に乗っていって、行くしかねえ。てや、おお、なんとかクリアできたか。いや、手に汗握るけど楽しいコースだった。いろいろ、おーっと、本当にいろいろだな。いろいろっつうか、これは、あ、入れちゃう、入れちゃうけど、ちょっと大丈夫なのこれ、あれ踏んだらダメってこと。だ、そういう時はこうやって大人のプレイ、そんなものに付き合わないっていう。賢いっしょ。これ P スイッチが P スイッチを押すなんていうことないのよ。 OK、なんか随分と渡してくるな。ここで押しちゃえばいいってことか。すっきり、まあ、1個だけは確保しておこう。さて、ここからまだ出すか。ちょっとちょっとも、物事にも限度ってものが。掃除すんの大変だなこれ。かといってうかつに踏んじゃったら嫌だから、丁寧に蹴っ飛ばす。なんかうまく蹴っ飛ばせない時がなんあるの。なんこれは持っていこう。お、お、お、下の方に行け的なことが書かれてるけど、ここに何かあるのか。何にもないか。うん、お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 、え、これはこれはおそらく一番右が正解的な感じ。あー、やっちゃった。おーっと、流れが早い。だ、これが2回目ってことかな。これさ、ここから行けないようになってるよね。いや、俺はね、あの、のこのこをさ、蹴っ飛ばしたいんです。あ、いけたいけたいけた。掃除しきったらどうなるっけ、これ。いろいろなコースのクリアの仕方があるってことか。オッケー。もうお前邪魔、邪魔、いらない、やっちゃった。
けるのかなこれ上から。なんかいけなくない？いけないよなこれ。損しただけか。まあワンナップもらえたからいいか。さあというわけでまたここか。これね、なんか俺だったらこれぐらい避けていけるぜなんて思うとなんかひどい予感がするから。おっとっと、この辺はもうダメ。あお。この矢印が気になるよな。さて戻ってきて、ここはうまくいけるかな。あ、やっちゃった。ウィーレッパ、おお優しいじゃん。え、さあこれはどうなる。左に行くべきか。取っちゃったけど、あトゥ、おおやった大正解。ずいぶん祝福してくれるな。だ、終わってみればバッチリクリア。ランダムっていうのはまああれだよね、適当的な感じの意味かな。まあ確かに最初そうかなと思ったけど、丁寧にいけば結構悪くないよね。まああの扉がさ、一番右が正解だっていうのは良かったよね。あれで本当にランダム的に置かれてたら結構腹が立つから。諦めんなよ、ういっす。さて残念ながら私は5回やったら諦めるという宣言をしてるんで、5回以内にクリアできればいいんだけど、あー諦めたくなってきた。ああいう飛ばなきゃいけないところにファイヤーバー置いとくのって伝統芸ではあるけど、イラッとするな。イラッとするっていうか、悔しいよな。けい、これは乗って乗って、おっとびっくりした。そして、あ、落ちても平気なようにちゃんと足場が置いてあるけど。さあこれ3回目。あ、しまった、忘れてた。ごめんなさい。だって音符ブロックにちょっと気をとらわれすぎた。ここはささっといってと、あれはちょっとなんか嫌な感じでございますね。え、どうやって行くのこれ。普通に行くの。しかもちょうどさ、ハンマーがあそこに来るなってんじゃん。嫌な感じ。ここ普通に難しくない？これ5回目か。これどこに行くの？お、なんか、あー遠回りしなきゃいけない感じ。一見してここからは行くところではないってわかる。おお。いやー無理、諦めよう。どうせクリアできねえし。ここが特にもうやばいんだけど。いやー、だからここちょうど良くなってんだよな。どうするんだここ。あ、よくわかんないけど、ここはパス。ジェイス・マリオ。だって難しそうなコースは後回しにしたところでいきなり襲ってくるこいつは、もう動けないんだけどここから。あ、崩された。届かねえなこれ。俺は逃げるべき。落とされた。さ
2回目。ここは取って、な本当嫌な感じだこれ。おおお、なんだかちょっと裏技めいた攻略の仕方が。いいじゃないですか。これ制作者がうっかりしてたとかじゃないよ。だってあとは美味しい思いをしてクリアするだけだが。ひいくく、ほほほね。なんかないわけ。まあこういうなんか敵に追わせる系のステージとか10ゲームはこんな感じで終わってしまうことが多々あるんで。おあ、うっそ飛べばよかった。しかし攻略方法は見えたんで、これは、あいいですよ。よし、これ3回目ぐらいだったよね。とりあえずここはクリア狙っていこう。本当はワンナップ欲しいけど、そんな雰囲気なさそうだから。これ上から行けるにしてるってことは、多分制作者もこれでクリアしたいってことなんだろうな。タイミング難しい。 OK。 さあクラウンを奪って楽々クリア。うん、なんとかこれで8コースクリアしたわけだけど、まだ90人ぐらい残ってるよね。やっぱ難しいコースは飛ばしちゃったから、その辺がこうやって残り人数に現れてるのかな。